皆さんこんにちは。店長おもさしチャンネルです。新原付っていうのがですね、4月1日からまあ始まると。今までの排気量での区分だと、もう 50cc のバイクは作れないと、それがまあ現実ということでね、まあ、いろんな排ガスだとか、まあ、あとまあいろんなそういうね、はい、まあ、前後連動ブレーキはあるからまだあれですけどね、はい、排気ガスが苦しいと、まあ、いうことなんですけど、うん、熱がなんか熱持たないとダメだとね、熱量がなきゃダメだ、触媒を温められないと、クリーンできないと。熱持たないってことはクリーンなんじゃないんですかっていう見方によってはね。だってほら、地球温暖化ってやっぱいろんなもの熱出してる。もちろんオゾン層破壊してるとかね、排気ガスがどうのこうとかね、そういうのももちろんあると思うんですよ。で、排気ガスって一方的にこう測ってる、その HCOHC、NOX、なんですか、他にもね、まあ、そういうので、そのそれが基準値ないかどうかっていうことだけで決まるわけでしょ。その他の部分っていうのは、どんなに熱出してようが、バイクが、いいわけですよ。熱量がどんなにあろうがね。でも、実際に燃料消費して、ね、運動エネルギーになれなくて、熱エネルギーで逃げちゃうのがいっぱいあると思うんですけど、そういう部分もあると思うんで、逆に50ってほら、熱が持たないんだから、出ない、要はね、熱くならないんだから、排気ガスも。逆にいいんじゃねえのっていう。思ったりもしますが、まあそれはね、話はまああれなんで。さあ、それで私はですね、こう、免許をね、今までの方はもういいんです。原付っていうね、ほら、メーカーも作りたがらないと。作れないって言って、一応形上もできるような、やるようになってますけど、まあどんな車両が出てくるかはまだわからないですね。どこのメーカーも発売、まだ発売してるわけじゃないから。で、試験、テストっていうかね、検査。テストした時の車両は、まあ、ホンダが作った車両。用意した車両ですよね。ホンダが用意した車両でテストしたわけです。はい。で、まあ、お偉いさんが乗って、うん、これだったら大丈夫だろうと。いうことね。で、何が一番のあれかというと、常に安全。安全であるってことが重要なわけですよ。うん。だから、125まで乗れるようにしちゃえばいいじゃん。って最初思いましたけど、そうすると安全が、ね、それ事故が増えたらどうするんだ。君は責任取れるのか。被害者の家族に、君はどうやって言い訳するつもりだみたいなね、いうことになっちゃうでしょ、ね、はい。まあ、そんなようなね、ことがあると困るから、ね。うん。だからまあ、危ないっていうことでね。まあ、確かにね。免許取った人、なんでお金出してさ、頑張って免許取ったのにさ、何、原付乗れちゃうの、それはちょっと納得いかんって、そういう人もいるでしょ、うん、まあ、そういうパターンもありますね。まあ、確かにありますよ。ね。だからまあ、そうね。だから、常に安全がどうかっていうことを重視していく。そうすると、自動車免許っていうのも、普通一種の自動車免許も、今までは、総重量8トンまで運転できたのが、今は 3.5 トン、なんですか、未満ですか、なんかね、そういうようなことになってる、なってるじゃないですか。今までの人は免許を、その改正する前の人は乗れたけど、新たに免許を取得した人は乗れないんですよ。中型取らなきゃいけないとかね。中型限定取るか、中型取るか、まあ大型取るかっていう、やんなきゃいけないっていうことなんですよね。だそうなると、今までの人はいいけど、新しい人、なんだよそれってなるでしょ。でも、現実はもうなっちゃってる。そうなんでね。で、普通自動車一種免許で運転できるものっていうのはどんどん減ってるんですよ。で、それに対してやっぱりね、どうのこうのっていう人もいると思うし、いや、どっちにしても乗らねえし関係ねえやっていう人も、トラックなんて乗らないからっていう人もいると思うんで、まあそれはね、だからオートバイもそうで、うん、車とオートバイって、まあ、違う乗り物だからっていうことでね、まあ個人的にはね、まあ、今までのものはいいんですよ。だから変わんないですよ。今まで持ってる人がどうのこうのって言ってるんじゃなくてね、これからはもう、取得する場合は乗れませんとかね。まあ、原付免許自体がなくすっていうね、方向でもいいのかなと、ね。私は思いましたけどね。はい。まあ、それは私の意見であって、他の方の意見っていうのがあると思うんですよ。ね。で、それが重要なんです。はい。いろんな意見がね、それを聞くことによって、あ、そうか、こんな考え方も あるのかと。ね。うん。いや、既得損益がどうのこうのとか、そういうのも、まあ、重要なんですけど、だから、例えば、ほら、道路工事。必要だって言うでしょ。政治家の方は必要だって言いますよ。ね。で、それは道路工事が本当に必要なのか、それによっていろんな業者がね、そこで仕事があるわけでしょ。だから、インフラ整備だ、やらんだってね、そういう必要だっていう見方もありますよね。で、必要だと思いますよ。それによって仕事なくなっちゃうと困っちゃうじゃないですか。
だから原付がなくなったらバイク屋困るんじゃないの、売るもなくなっちゃうんじゃない、売れなくなっちゃうんじゃないのっていうふうに言う方もいらっしゃると思いますよ。はい、また原付専門でやってるお店だったら、いやそれ困ると思います。はい、うん、ね、うちは原付ほとんど売ってないから関係ないんですけどね、うん、あの本当ほとんど売ってないです、原付って。10代始めてからね、バイク屋始めてから今に至るまでで何台ぐらい売ってますかね、まあ、ミッションバイクもあるからね、 CB50S とかああいうのもあるから、まあ一概に言えないけども、そういうの抜いて本当に普通の、ね、原付スクーターっていうことで言ったら多分10代20代は売ってないような気がしますね情けないね、それぐらいしかないってことです、うちは売ってないってことです、はい、それでも一応ね形上商売として、まあなんとかやっていける、いけてるんだから、もしかするとできるかもしれないよね、原付なかったとしてもね、っていうのもあります。はい。まあ、それは、まあ、私のね、あれなんで、私のことをバラバラ喋ってもしょうがないんで、はい。ですね、コメントをいただきましたんで、コメントを見ていきたいと思います。はい。で、お名前はね、まあ、ちょっと、あっとなんとかって書いてあるんで、みんなちょっと読みづらいので、文章だけね、ご紹介させていただきますんでね、ご了承ください。まあ、もしあれだったら、はい、動画、見ていただければね、見てないって方は、はい、原付の代わりは電動アシスト自転車にして、バイクは全部二輪免許で30キロ速度規制撤廃ね、はい、それに対して返信みたいな形であります、同意、ついでに、自転車全般点数制にしてバイク車並みに罰則を厳しくしてほしい、で、またそれに返信、それと自転車も乗りやすい道路にっていうね、はい、次の方、何を言ってるのや、四輪の普通免許で原付乗れる必要はある、世の中二輪に興味なく、四輪の免許を取ったからとすぐに好きな車を買える裕福なドライバーだけじゃないのだぞ、そういうものが仕方なく原付 50cc を生活の足にしてきた、それでバイクに興味を持ち自動二輪免許を取りに教習所へ再入校する者もたくさんおるのだから、二輪業界にも悪い話ではないのだよ、これからもそうするべきだな、ね、はい、次、原付免許は電気バイクに移行すればいいじゃん、ダメね、はい、次、原付の言い方が古い、小型中型大型バイクの分類が良い、原付をなくすのに賛成、昔原付50の販売向上のためにおまけした、そうなんですね、なんかおまけなんですか、はい、既得損益を否定しかねない前例は稀なはず、今さら合否のある試験や講習受けても合格は難しいという方や、自動車免許や免許センターが遠くて通いづらい、通いが難しいですかね、方もという方も多いはず、あなたも四輪の試験を受けろと言われて合格できる自信はありますか、しかしいろんな意見があって、その中にはいい加減なものも当然含まれるということなのでしょうねっていうね、はい、まあね、自分も原付免許は廃止、新規取得不可でいいと思います、で、普通免許、原付免許の人には特別なカリキュラムを作り、絶妙な費用設定をして、普通二輪、小型限定へステップアップする道を用意する感じです。30キロ制限、二段階右折という他の車両とは違う妙な制限を受ける車両が混合で通行する現状こそ危険と感じます。125cc をデチューンして原付規格、1規格を残すって、なんか後ろ向きだなって、ね、はい。一昨日の話ですが、僕よりだいぶ若い友人から原付免許で 125cc 乗れるようになるって聞いたんですけどと質問されたので、詳しい解説を一通りしてから、でも結局30キロ規制は変わらないから、簡単に取れる小型免許取って 125cc に乗った方が絶対に楽しいよと全力でこっち側に引き込んでみました、どうなることでしょうね、ニヤニヤね、はい、バイク業界元気なタイにいますが、こちらも車とバイクは全く別免許、低出力電動モペットの類は今んとこ無免許、無免許で乗れる25キロまでしか出ない、まあ、20キロなんですけどね、はい、特定原付できたから、今の原付ってカテゴリーはかつての軽自免許みたいに廃止したらいいと思います、あの軽自動車免許ってあったんですね、 360cc のね、はい、あったんですよね、はい、同じ 125cc の車体でもわざわざ日本国内市場向け用に出力を落とすとなると、メーカーにとっては少なからず負担になりますね、新基準原付でどれだけ売れるのだろうか、全然売れなかったら新基準原付の存在が危うくなってしまうのだろうか、
原付免許をなくす考え方は思いつきませんでした。 50cc が新規生産されないならなくしてもいいですよね。おまけ、免許も終焉の時期に来ている気がしますね。まあ、おまけというか、はい、あれなんですけどね、うん、世の中四輪の普通免許取ってからすぐに好きな車を買える裕福なドライバーだけじゃないのだぞ。すぐに好きな車を買えないものが仕方なく原付 50cc を生活の足にしてきた。金貯まるまで限定だ。もちろんそんな生活を続ける中、バイクに興味を持ち自動二輪の免許を取ろうと教習所へ再入校する者もたくさんおる。それこそバイク業界にとって悪い話ではないやろうが、これからもおまけは続けるべきだなってね。はい。まあ、同じ方ですよ、さっきとね。はい。そんな方は、自転車が無免許で乗れる特定原付に乗ればいいんじゃないですかね。二輪と四輪が別免許のタイにいますが、貧乏人はバイク、そこそこ金ができれば免許取って四輪、それで良いと思う。正直、日本の免許は、大型二種、一種、牽引一種、限定、中型、大型二輪、原付、持っていますが、バイクと四輪は、完全に別の乗り物ですと、ね。はい。そもそも乗る車が何でも良いならば原付 50cc なんぞ乗らんよ。本当に乗りたい四輪の車種が高くて買えず、しかも欲しいのがマニュアルスポーツならなおさら、自転車や特定小型原付なんぞ乗らずマニュアルの原付 50cc エンジン車に乗るわ。だからおまけはやめるべきではないのだよ。学科を通れば乗れる原付バイクなのに、二輪四輪共通の学科を通っても原付に乗れなくなる筋合いはない。ね。はい。あの、原付をなくす、あの、おまけ免許をなくすって言ってんじゃないですね。原付自体をなくすって話です。だから、あの、これからね、持ってる人はいいんですよ。持ってる人は 50cc の今まであったバイクを乗れるっていうようなことだと思いますけどね。うん。だからこれからも出ないから、そういうバイクが。だから、そしたらもうね、免許も、これ新規で取って、っていうのはね、っていう話なんですよ。うん。ね、そういう、まあ一つのね、考え方です。はい。まあそうならないから大丈夫です。現実は、またその、なんかは、あの、パワー落としたやつ、ね、メーカーが出力落としたやつが出るって話です。それがいいのかどうかわからないけどね。うん。こんなのね、なんだよこれっていうふうに、な意見が出てくるかもしれないけどね、乗った人がね。嫌ですよね。まあいいんですけど。はい。自転車と同じ感覚なんじゃないですかね。昔の感覚では。ただバイクはバイク免許だと、受け口が狭くなって乗る人口が減ると思います。それが怖いんだと思います。ね、はい。ついでに、いい加減に車検制度も 300cc 以上にしてほしい。昔と違って各パーツも車体そのものもはるかに耐久性が高いわけですし。ってね、まあこれはちょっと、まあ、違うあれですけどね。はい。まあ、車検制度だとか、まあ免許制度。まあ免許もだからほら、400なんだありますけど、車検も、車検というか、あの、車両の登録の、あれも、まあ、50、125、まあ、ある90ってありますけど、もう車両がないから、全然販売されてないからですけど、90、125、そして250。そして、そっから、車検あるやつみたいな。で、ちょっと分かれてるじゃないですか。ね。そういうとこです。で、それもなんか、こうした方がいいんじゃないかっていう、やっぱり意見あると思いますよ。ね。もう今、日本は日本の企画だけじゃなくてね、日本の規格だとそういう風にやってるけど、海外だともう300、500みたいな区分なんですよ。150、300、500かな。東南アジアとかね。だから、で、東南アジアでみんな作ってるわけですよ、メーカーは。そうすると、そこに合わせて150、300、500で作るんですよね。そうすると、日本にもそのまま持ってきちゃうと、125よりもちょっと大きい150。ね。250よりもちょっと大きい300。400よりもちょっと大きい500になっちゃうんですよ。まあ、売れないよね。売りづらい。売れないことはないけど、売りづらい。すごく売りづらいと思います。ああ、125だったら買うのにとかね。まあ最近150ね、だいぶ浸透してますけど、いや、300か250だったらいいのにって思いますよね。車検あるしな。で、500か、400だったら免許あるから乗れるのにな。500じゃ乗れないもんな、みたいな感じですよ。ありますよね、そういうのはね。はい。メーカーが天下りの元役人を使っての制度変更なのかな。だとしたら、道交法の変更は車両の問題以外やらないよね。うん、どうなんですかね。はい。友人の親父は、父親は生涯軽免許でした。360cc までですね。はい、バイクは250までなら乗れたのかなってね。はい。で、まあそれに対して、試験場で限定解除審査を受けたら制限なし免許になりますよ。母親が軽免許でしたが、360限定だったので、昭和50年代に試験場箱庭コース走っただけで限定解除されました。ね。それで普通の自動車免許になったっていう例がね。なんか、その時、
でもあれ期間限定じゃないんですかね、違うのかな、ずっとあったんですかね。ちょっと私もその360専用免許、360だけの免許っていう、まあ見たことないんですけど、ね、そんな簡単だったとはなぜ受けなかったんだろうね。そうですよね。でもね、取ってないって人結構なんか話聞きましたよ。360のままなの。だからそれしか乗れないっつって。でも限定解除できるんだったら、それですね、550。まあ今だったら660ですけど、まあ普通、もちろん小型、普通の車も乗れますけどね。その方がね、って思いますけど、まあ例えば、その、免許センターが遠いとか、いろんなね、あれがあって、ダメだったんだ。いけないよっていうことだったのか、ね、ほら、ちょっと意見あったでしょ？ね。だからバイクだってそうやったら、もう乗れるバイクなくなっちゃうよ。困っちゃうじゃねえかっていうような話ですかね。かもしれないね。はい。で、全然関係ない旅行チケットとか、それはまああれですね。はい。9月27日旅行チケット、次回は旅行の話をお聞かせください。すいません、これ関係ない。二輪の免許は自動二輪からでいいですよねって。AT 限定取ればいいだろうしっていうね。まあそんなような、まあいろんなね、コメントをいただきまして、誠にありがとうございます。まあいろんなね、意見があったんです。だから、いや、なんとかその、排ガスの方を変えた方がいいんじゃないかと。今まで通り 50cc を作れるようにした方がいいんじゃないのみたいにやると、いやー、メーカーは多分いやーって言われるかもしれないけど、あと、昔、やっぱりね、今のこの考え方ってすごく安全だと思うんですよ。やっぱり。だそういう中で無免許で乗れるあの電動の20キロまでしか出ない特定小型原付っていうのが法律で OK になったってすごいことですよね。すごいだと思いますよ。それが普通に乗れるようになったって。だそれに対してすんごい尽力したんだと思いますよ。それを業界でやろうとして。出なかったら、なかなか無免許でないから、自転車だって今のさばな、もう、なんとかしろよっていう風になってる、昨日、おとといかな、帰るときにね、路地からこう、そこのとこね、こう出るんですけど、後ろが自転車いたんですよ。で、うち左折で、ウインカー出し左折で、で見るでしょ、もう止まんないと危ないから。そしたら、左、後ろの自転車左側を、もう、何の考えなくバーンって行っちゃいましたよ。前の車が左折しようとしているところを左からかすめていく、すり抜けていくっていうのはおかしいよねって思いますよね。もし自分が車を運転してたらなんだよと思わないですか。でも自転車乗ってたら感覚としては車は止まるだろう。ね。車はね、自転車は弱者だからとは思ってないかもしれないけど、こっちをちゃんと見てなきゃいけない。ね。止まるだろうと思う。のかもしれないね。ぶつかったら向こうが悪いんだから、ぐらい思ってるかもしれないけど、で、行って、で、自分その後、結局着くことになったら、いきなり、目の前、横切りましたからね。反対車線に行きましたからね。向こうよ。もう、無法だね。そうなっちゃうと、で、ぶつかったら車が悪くなるから、ね。だから、どうのこうのってあるでしょ。だから、自転車に対してもっと厳しくしてくれよという意見は多いですよね。特に車を運転してる人は思うんじゃないですか。車とかバイク運転してる人は自転車なんとかしてほしいってね。でも、自転車しか乗ってない人にとっては、何がいけないのって思ってるかもしれないでしょ？ね。だからまあ、そういうのもまああるっていうことですよね。だから、私のこの考え方としてはね、もう一つあるのは、高校生は16になったら絶対免許取る。まあ、原付免許があるから原付免許を取らせる。もう義務にする。高校のカリキュラムにそれが入っている。で、交通ルール学ばせる。っていうのもいいんじゃないか。まあもちろんそれで反対意見もあると思います。無理だ。ね。お金のどうのこうのとかいろんな意見ね、あると思いますけど、そうすればね、だから小さい時からこそ、ちゃんとルール学んで、そうすれば、自分がそういう立場になると、あ、危ねえんだなって分かるじゃないですか。自転車っていうのがいかに。こういう風に乗ったら危ないんだなって分かるでしょ。車の免許持ってる人が自転車乗って、一時停止、っていうか、路地から大通り出るのに、何にも考えないでピュッて出ないと思いますよ。そんな怖いことできないでしょ。普通のこういう道路ね、もうチラッと見ながら、ふって横切るとかできないでしょ。怖いもん。来たらだってぶつかっちゃうもんね。だから普通路地が出るときは来てないか見ていくと思いますよ。自転車、仮にね、車の免許とかバイクの免許持ってる人だったら自転車で、まあ、バイクでもな、止まんねえやつ行ったらな、ね。まあいろんなね、はい、あれがあると思います。さあ、まあどうなるのかっていうね、わかるんですけど。はい。で、まあ安全性云々って話だったんであれなんですけど、昔は
80年代とかはもうバイクいろんなのがありました。 50cc でもミッションバイクってあったんですよ。いわゆるクラッチついてるやつね。今ないでしょ。今は普通に新車で買える50のミッションバイクってないかな。ないですよね。海外にはあるかな。もしかしたら海外に探せばね、どっかしらにあるかもしれないですけど、まあ、排ガスだとか前後連動ブレーキがどうだとか、まあ、いろんな理由で、まあ、どっちにしても売れないですよね。で昔はいろんなのあったんですよ。で CB50系 のやつね、 R&P だのノーティーダックスっていうのもありますし、あと横型の、まあ、モンキーゴリラとかね、そういうの普通にありました。でヤマハでも、まあ、いろんなバイクありましたよね。で鈴木も、まあ、ありました、はい。ミッションバイクで川崎もありました。 KS50 とかね、 KS1 みたいなね、そういって、あと KSR か、 KSR150 みたいな、その前の KS っていうのもありました、はい。でまあ一番ね、あれの時は NS1 NSR50、TZM50 TZR50 ね、 RG ガンマ50、ガンマ50と、ウルフ50とかね、そういう、あとまだハスラー50っていうのがありましたけど、オフィシャルのね、ツーストのね、はい、そういうのがまあ多分最強の50なんじゃないですか。で、リミッター外せば100キロぐらい出る。ハスラーでも80以上は出たような気がしますね。80ぐらいは普通に出たと思います。100キロぐらい、 NS1 とか100キロぐらい出るんじゃないですかね、 50cc でもね、でそれがペーパーテストだけで乗れたんですよ。要は 50cc の免許を取って、いわゆる原付の免許を取って、そういうバイクに乗れた。今思うと、いやそれ無理、ダメでしょって思わないですか。いやそれこんなの危ないでしょって。でも現実はそうだったんですよね。うん。で今だんだん車両もなくなっちゃって、排ガスだね、排ガス規制だなんだっつってね。でもスクーター、一部のスクーターしか残ってないんですよ。もうしかも出力も今のってリミッターついてないですからね。いらない、スピード出ないから、60キロ以上出ないからリミッターいらない。そういう世界になっちゃってるんですよ。でそういう中にあって、まあ50もうそそ変えても、なんかこう法律的なものを変えるっていうのがね、だからその免許制度だとかどっちかな、まあ、車両はまあ用意することになったんですよ、ね、なったんだけど、その出力を落としてどうのこうのとか、それだったらいっそのことを全部出力で他の排気量も変える、もう排気量じゃなくて出力で運転できるようにする、免許のその区分っていうのを変えるとかね。分かりづらく、分かりづらいと結局ほら125まで乗れるようになるんだ、よかったって思う人いるでしょ、絶対いるんだよ。で知らないで乗っちゃう人いるかもしれないじゃん。誰が責任取るんですか。まあ自己責任だね。法律の問題は自己責任だから、知らなかったら通用しないんですよね、知らなかったら通用しないんだけど、ねえ困っちゃう。無免許運転で一発取り消しだからね、もし乗っちゃったら。まあそのあたりもね、まあおまわりさんもいきなり無免許運転だよって言って、え、そうなんですか、取り消しだねとは言わないと思いますけど、悪質でなければね、まあいろんなことが起きると思いますけどね、どうもわかんないですけど、はい。まあリミット ECU 変えて乗るとかね、それ一番よく言われるパターンですね。変える、変えて乗ったら120通のパワーになるのとか話はありますよね、はい、ありますけど、実際どうなのかわかんないですけど、どんなのがまず出るかね、わかんないですけどね、まあそうやったら出力変えてとかね、思いますよね。排気量だと、例えば SR500 はね、乗れないんですよ。SR500 って何馬力ですか ?20 何馬力 ?30 馬力ないですよね。そのオートバイが、いわゆる中免、昔の中免、今の普通二輪免許では乗れないんです。でも、ZX4WR、80馬力あるんだって、あれは乗れちゃうんですよ。どう思いますか?おかしくないですか?ね。と思いますけどね。どっちが危ない乗り物ですか。やっぱり危険かどうかということを考えるんだったら、もう少しそういうことを考えてもいいんじゃないか。それはターボつけたっていいね。ターボつけて家に120馬力だとか。やんないですよ。やんないけど、やんないでしょうけど、それもできるわけでしょ。それもどうなのかなとか。いろんなことを考えますよね。はい。なんか面白いあれはない、新たなこう、あれはないですね。
ぱりあのうちの私の動画はそんな再生回数ないんでね、うん、これだと2000回ぐらいしかないですからね、うん、いろんな意見がねあった方が面白いんですけど、うん、ただあのただ反対じゃ面白くないんで、なんだろうな、こうした方がいい、こういうのもいいんじゃないかとかね、こういう風考え方もあるだろうとね、今いや今のままが一番これがやっぱり最高最あの最善だっていう人いてもいいと思いますしね、うん、まあどうなるのか、多分ね、でもね見てる方ねほとんどみんな免許持ってると思うんですよ。うちの動画のバイクの動画なんで、二輪の皆さん持ってると思うんで、50のがなあろうがあろうがなかろうがあんまり関係ないっていう方が多いんじゃないかなって思うんですけど、そう正直な私あのその特定小型限定ですけどね、 AT 限定だとかやりなどいろんな免許ありますけど持ってるんで、大型持ってるから別にそれがしたどうなろうがね、うん、まあ関係ないんでっちゃ関係ないんですよ、うん、でまあ先ほども言いましたけど、バイク屋としたって商売がどうのこうのって言うけど、うちは原付とか売ってないからほぼ売ってないんで、ここ最近もずーっと売ってないですよね、去年1台頼まれて、はい、ありますけどそれぐらいじゃないですかね、本当に50ないですね、はい、オービット350ってのありますけどね、あれはまあちょっとね、はい、まあ、シャレな部分もあるんでね、ちょっとほとんど走ってないやつね、ただあれやっぱり辛いですよね、45キロまでしか出ないってやつですね、はい、あれ辛いと思いますけど、うん、だからそういう意味ではまああんま関係ないかな、ね、影響はないのかな、まあその他まあ仮にですよ、仮に影響があるお店あると思います、でも多分続けていくということだったら変わっていくと思います、うん、また変わらないんだったら辞めるしかなくなっちゃうじゃないですか、で辞めていく人もいっぱいいます現実で、でそれどんな業界でもそうじゃないですか、同じことずっと続けてずっと最後までできるっていうのはなかなかないと思うんですよ、どんどん変わっていくっていうね、だから時代とともにそれが変換がなんか変わったんだから、そしたらもう変わらなかったら生き残れない、だからじゃあなんか新しいことを やり方変えるとか何かしら変えていくっていうことがあっていいんじゃないですかね、うん、変えなきゃいけないとかね、変えましょうよ、変えてくださいよって言ってないですよ、別にやめたっていいし、ただ今までのやつがずっとそのまま続くっていうのはないでしょう、どんな業界だってそうだと思いますね、うん、それが3年4年では変わらないかもしれないけど、やっぱり20年30年40年ってやってれば変わっていくと思うんですよ、うん、だからまあそれにやっぱりこう対応しないければね、いやこれでやってんだからずっとこのままできるようにしてほしいって言われてもね、社会がね変わっていくわけだからどうしようもないっていうのもあると思いますけどね、まあ何がいいですかね、面白いのね、なんか面白いこうじゃこうしたらいいんじゃないかみたいなね、あると思うんですけどね、はい、ということであのコメントいただいた皆様誠に、ありがとうございました。あ、これね再生回数増えるんだったらこう反対意見こうもっとねもっと過激なこと煽るんだよね多分ね、はあ何言ってんだっつってみたいな感じでね、そうすると、はぁみたいな。ね、それで再生回数が伸びるみたいな。あるんじゃないですか。多分、そういう方いっぱいいますよね。大体こうやってる方はね。うん、うちは、私は、もういろんな意見があっていいと思う。ね、そういうね、大切な、はい。ね、でも言ってましたよね。本当はお前乗りたくて乗れねえんだよって。マニュアル車の車、スポーツタイプ買えねえよ。車。だから50のマニュアル乗るんだよっていう、本におっしゃってますけど、50のマニュアル高いからね。すっげえ高いから、例えばマグナ50でしょ？高いでしょ？ジャズ50。まあ、高くてしょうがないよね。モンキーの50だったら高いですよ。はっきり言って。ね。あと、NS1 だの、ツースト系はもうとてもじゃないけど、普通に買える値段じゃないですよ。気軽に買える値段じゃないですよね。となるとね、50のミッション車っていうのもね、ちょっと買える、絶対125のミッション車の方がいいと思います。安く買えるから。免許が必要になっちゃうじゃねえかよっていう話なんでね。ね。何言ってんすか？何言ってるんやつってます。何言ってんすか？50高いじゃないですかって思わず言いたくなっちゃう。マニュアル車ね。そうだなって。どうするって。アルテッツァとかどうですか？何の話なんですかね？車のマニュアルでね。アルテッツァ安いでしょ？ 6 気筒のアルテッツァいいですよね。4気筒じゃなくて。6気筒の方のマニュアルのアルテッツァ。あれいいですよね。でも、どんどん値段上がってきちゃうから、もう早く、あと何がいいかな？あ、BM のね、3シリーズのマニュアル車安いんですよ。
ちょっと前、ちょっと前のやつね。あんま古くなると高くなっちゃうから。あれ、なんて言うんだろう。あの辺とか50万とか60万とか買えますよ。マニュアル車。でも、4気筒になっちゃいますけど、6気筒、さすがに6気筒じゃないですけど、いいですよね。ちょっと気軽な感じがしてね。しかも作りはやっぱり、高級車だからいいですしね。うん。ん？なんか違う話になってますか？